たかったんで、もう引きこもって結構資格の勉強やってて、すごいよね、留学中に引きこもってここでトイック965点まで、そうですね、965行って、大学入試は私もう英語1本で頑張ったみたいな、はい、中退したんですか？Hello there! 始まりました、モジェチャンネルです。ホストファミリーと話したりとか、はいはい、学校で強制的に鍛えられるんで、はいはい、それはあるんですけど、多分あんまり、私なんだろう、留学して英語よく伸びる人って、はい、顕著に伸びる人って、はい、結構なんかこう友達ガンガン作ったりとか、そうですね、そうですね、はいはい、スポーツクラブ入ったりとか、はいはいはい、結構なんだろう、アウトゴーイングみたいな人が多いように思うんですけど、す、ね、私全然そういうタイプじゃなかったんで、なるほどなるほど、であと結構資格をもう帰った高3なんで、うん、その大学入試にいろいろエアオとかで出したかったんで、もう引きこもって結構資格の勉強やってて、すごいよね、留学中に引きこもって資格の勉強やってるってすごいですね。ちょっともったいないと思ってないんですけど、あの帰ってからの、それじゃあ、はい、トイックとかトフルの参考書やってたんですか？そうです、持ってって、結構やってて、どんなのやってたんですか？あ、一応やつは単語帳ですね。単語帳なんですね。単語帳をとにかく持ち歩いてて、はいはいはい、まあ、完全に本体引きこもってたわけではないんで、学校も行ってたし、そうですね、さすがに留学先でも引きこもってたら問題ですぎますね。なんでその、まあ、外で出る時もなんか常に単語帳持ってたりとか。そうなんですね。海とかで、はい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 、なんかやっていましたね。すごいな、で海で、はい、そういった感じで、戻ってきて、はい、で最終的に高校で何点まで？ここでトイック965点まで、ね、965行って、でなんか全部並行してやってたんですよ、はい、英検とトライ IT とトイックと、あと学校の評定もその推薦だとかかわってくるんで、はいはい、全部こう並行してやってたんで、はあ、すごいですね。でそれでトイックとかトフルで出すんです、はい、トフルはもう高校でどれぐらいとか？トフルは106点ですね。すごいですね、やっぱ高校で106点取れるって相当ですよ、もう化け物級ですからね。奇跡中の奇跡かもしれない、それは。106って、いや、なかなか取れないですからね。すごいですね、それは。それでどう？で、結局早稲田と上智両方受かったんですけど、はい、早稲田にして、すごい、はい、両方良かった、すごいですね。英語一本で、英語一本ですね。半端ないですね。もうすごい、もうなんていうか普通じゃない経歴がものすごいですね。でそれで受かって早稲田にした理由は何だったのか。理由はなんかあまり自分でその合格してしたのは嬉しかったんですけど、はい、入学した後にのビジョンが全然見えてなくて、でもう完全に周りの意見に流されて。いや、上司と早稲田と早稲田っしょみたいな、なるほど、まあ、そうなんだなみたいな感じで選んじゃったんですよね。はいはい、で、今日どうですか、今日、結局私中退したんですよ、はいはい、そう、中退して、あ、そうです、言っちゃうね、はい、中退したんですか？知らなかった。なんでそんな中退すごいですね、中退流されて早稲田行ったものの、どうだったんですか、結局。なんかまずなんか自分がこう楽しめなかったっていうのがあって、なんかなんだろう、サークルとか、はいはいはい、もちろんなんかすごい有意義なサークルとかもあると思うんですけど、あんまりこうなんかハマれなくて。あ、入ったんですか？あ、全然入れなかったんですけど。そうなんですね。なんかちょっと多分浮いてた。浮いてた。クラスとかでってことか。なんかわかんないですね。なんか馴染めなかった。あ、まあ、多分馴染もうとは。多分馴染めてたのかもしれないですけど、なんか自分的になんかこれって楽しいのかなみたいな、なんかちょっとあって、まあ、それは置いといてなんか勉強とかすればいいんですけど、仮に、はい、でなんかその今まで大学に入ることを目的にこう勉強してきてしまったんですよね。燃え尽きちゃったからか。それです。あなんかもうちょっと自分で何をやりたいとか、大学なんで行くかとか、そういうとこを全然考えてなくて、なるほどなるほど、はいはい、攻略みたいな攻略感じで、あ、はい、ゲーム的な、やっちゃったんです、はい、その資格も含めて、大学には仕事も行くかみたいな感じで
やっちゃったんですね。なるほどなるほど、それでもうああみたいな。そうですね、もうゴールしちゃった、はい、そうです。その後、その後なんか周りには、うん、ドブロック片手みたいな飲みまくってる飲みまくってるやつらだらけ、うん、飲みサーばっかりみたいな。なんかまだそこが楽しめたらなんか通えたのかなと思って、そこもあんまり楽しめなかったんで。なるほど、そういった形なんですね。いやすごいですね、めちゃくちゃ普通じゃないそういうのあってきたんですね。へえ。普通にこのその当時の心境からすると、なんかあんまり意味を見出せなくて頑張れてなかったんで、なるほど、なんか申し訳なくなってしまって、はい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 、で今の風に落ち着くのはどうしたんですか、英語関係の仕事は。そうですね、最初はその大学辞める時に、じゃあ辞めた後何し、どういう仕事をしようって思った時に、その大学を、まあ、辞めたいと思った理由にも、まあ、絡まってくると思うんですけど、うん、そのなんかあまり社会に見てないっていう気がしてて、うん、自分がなんかあまり人間関係もそんなに得意じゃないので、で、まあ、自分の力で一人で働きたい、働けないかなっていう考えはあって、うん、まあ、フリーランスっていう働き方がやっぱ選択肢として出てくると思うんですけど、で、まあ、英語を使って何ができるかって考えて、その時は翻訳しか思いつけなかったんですよ。で、翻訳に挑戦してみたんですけど、やっぱその英語がその資格とかをバリバリやってきて、資格だけはやたら高いけど、だからといって翻訳ができるかって言ったら全然そうじゃなくて、和訳英訳とは全然違う力ですからね。本当なんか、あと自分が知っている得意分野、専門分野とかがないと、なんか産業翻訳とかでちょっと戦っていけないというか、まあ英語って所詮なんかツールなんだなみたいな、そこですごい実感して、で、ああちょっと無理無理無理って言っちゃあれですけど、なんかちょっと習得するまで時間がすごい長い道のりだなっていうふうにそこですごい実感して、うん、で諦めたんですね、一回フリーランスの生き方っていうのを諦めて。でもなんかバイトを転々として、家庭教師とかいろいろやってみたんですけど、なんかそうですね、家庭に行くのも、はい、人との関わりがあみたいな、なんかそれはまだ、まあ、家庭教師はまだあれですよね、はい、なんだろう、楽って言っちゃいけないですね、はい、そのまあやりやすいですよね、はいはいはい、ちょっとなんだろう、飲食店とかと比べてちょっとまた違うと思うんですけど、あと頭使えるし、はいはい、まあ、どの仕事でも扱う部分あると思うんですけど、うん、なんか、まあ、楽しかったっちゃ楽しかったんですけど、うん、なんか続けられなかったです。あんまり仕事を続けられなくて、すごい、うん、なんかダメ人間だったんですよ。そうだったんですね、うん、なんかいまいち多分やりがいを見出せてなかったのかもしれないですね、うん、ライターになるのはどう？まあ、なんかバイトあんまり続かないなっていう、はあ、自分にこう自己否定感を持ちつつも、はあ、なんかいろいろこう瞑想していて、たまたまライティングっていうウェブライターっていう仕事をして、はあ、なんか結構文章を書くのが好きだったんで、はあ、あ、これって楽しそうと思って、はあ、でじゃあウェブライターってまたその翻訳みたいな感じで何を書けるかって話になってくるじゃないですか。ってなった時に、あ、なんか英語系 の、 その解説の記事とか募集してないのかなって思って、はいはいはい、でその英語学習ライター募集みたいな感じで Google 検索して、はい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 、でその直接サイトが募集してるとこに直接応募して、へえ、そんなきっかけだったんですね。そうですね、そこからインフルエンサーの道が始まるわけですね。まあなんかそのでも1年間ぐらいずっと SNS がやってなかったんで、はいはいはい、やらずに自分一人で本当になんかつながりが全く何もなく、はいはい、そのクライアントさんと直接のやり取りだけで、はい、ずっとなんか孤独にフリーランス生活してたんですよね。それが発信して、はい、発信したらいきなりフォロワーがボワーみたいな増えちゃいましたね。そうですか、でアナリティクス使ったらおじちゃんばっかりだった、はい、あ、ダメですか。でも結構なんか学
生さんとかで DM をくれる人が多いです、まあ、そうなんですね、私も全員に返せてないんですけど、付き合ってくださいとかって言ったりそういう DM ですか、なんか、はい、うん、それは、まあ、置いといて、なんか置いといて、置いとく普通にそれはまあ、ないです、はい、はい、送んないでください、やめてください、送んないでください、はい、すいません、はい、普通になんか、今なんかちかさんの発信で英語を頑張ろうと思って頑張って中学生ですとか、はいはいはい、言ってくれてすごいなんか嬉しい、いいですね、それが一番嬉しいですね、ダメです、おじさんたち中学生の送る人送っちゃダメですよ、僕中学生、あの字で分かり、字の書き方で分かっちゃいますね、歳なんて、はい、こう、うなぎ登りですね、ありがとうございますこれからそうですね、ぜひぜひまた頑張っていってですね、はい、きっと大物になるんじゃないかなと思ってますから、ね、ぜひ期待しておりますので、ね、頑張っていただければなと思います、はい、本日はちかさんにおいでいただきました、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします、そしてちかさんの、Twitter と TikTok の発音いい Twitter and TikTok の方のフォローもお願いします、お願いします、はい、ありがとうございましたありがとうございました、 Thank you for watching Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.